殺人医師の坊さん。待って。ガチワンさんおるポポ。え、ちょ、みんな見えるポポ？この画面、新聞の一個下の写真。ところどころ写ってるポポなんだな。なんかの入れ水があったってことかな。ガチさんいた？ガチさんどこいた？あ、ほんとだ！ガチさんいる！ガチさんの顔乗ってる！街中に忍者って書いてある。ほんとだ！街中に忍者って。ガチさん出演してんだけど。ねえ。釣りゲームありがたい。ほんとにありがたい。よく見たら左下。嘘、なんか、ガチャーここにもいない。待って。これ左下に、このゲームの監修に関わったガッチマンさんが。いらっしゃる。すごい、二人ともメガネかけてるの面白いな。行くか。割とガッチマン V、あ、ガッチマン V さんのあのお顔をガッチマンさんに似てるななんて思うときありますよ。の暴走、絶対いる。あ、ちょっとなんか、え、ガッチさん捕まってます。街中に忍者。街中に忍者。いたんでしょうね。困ったなぁ。多分なんかいっぱいいろいろ言われてるんでしょうね。でも、もう忍者すでにあの写真バッチリ撮られてるじゃないですか。もうこれはもう絶対捕まります。これ、あ、これもしかしてガッチさんも捕獲済み？これもう捕獲済みの金冠のガッチさんくらいですかね、これ。街中に忍者。ガッチさん増えすぎな可能性あります？ガッチさん大量発生みたいなやつで捕獲済みの。でも、とりあえず一匹捕獲しました。でも全体で何人いるかわかりませんみたいな。やだなぁ、怖いなぁ、あの中殺人。これで、ガッチマン V35。かなり古い決定。あー、かなり古い携帯が置いてある。充電はされているが、残念ながら通話はできないようだ。あとこれね。え？ガッチマンさんだ。かなり古い方の携帯が置いてある。ゴロ系ポポじゃん。充電はされているが、残念ながら通話はできないようだ。に使うの？なんだっけ？電話できないって言ったやん。あ、びっくりした。アラームか。ガッチマンさんだ。かなり古い方の携帯が置いてある。通電はされているが、残念ながら通話はできないようだ。ファンの方かな？ふんふん。いつも、あ、待ってください。それナースコールですか？違いました。ガッチさん。かなり古い方の携帯が置いてある。充電はされているが、残念ながら通話できないようだ。癒しですか？癒しですか？写真撮っとこう。それだけですか？え、アラームだったんですか？え、もう一回、アラーム欲しい。アラーム欲しいです、やっぱ。誕生日、しかも誕生日であるっていうの。遺伝子操作みたいな。ガッチマンさんだ！ガッチマンさんだ！かなり古い方の携帯が置いてある。充電はされているが、残念ながら通話はできないようだ。なんでガッチマンさんの携帯が充電されてんの？ガッチマンさん！アラームかい？やり直せばいけるんだね。ラグビーお疲れ様にガッチマンさん、ありがとうございます。見ていらっしゃったんですね。ありがとうございます。で、え、ちょっと A や、ランク A っていうのが脱出編の一番いいやつなのかな。
これで手術室に行っちゃうとダメなわけだ。ガチさんいらっしゃった？おー、あ、お疲れ様です。ガチさんランク B 行きました。いや、おもろいっす。で、暗視ゴーグルを着用し、睡眠薬を混ぜた食事を与えて眠らせてから薬。じゃあこれ、うるさい。